昨日とはレース展開大きく変わるスタートになりました。予選2日目の競争です。スタートライン上この時間帯も少し向かい風が吹くコンディション。予選競争第3レースが始まります。さあピット離れ少し動きありました。大外枠6番の白井が動きを見せます。対戦メンバーは1号艇静岡長島真希、2号艇愛知赤岩義雄、3号艇滋賀遠藤恵美、4号艇岡山茅原優希、5号艇群馬関博也、6号艇山口白井英治、以上の6名です。1コースには1番の長島、初戦スタートから出ていく動きでしたが無念の展開となりました。さあ少し深くなりそう1番長島の陰線。ここまで前半2コースの差しが続いています。このレース2コースは2番の赤岩、3コース初戦逃げて勝ちました3番遠藤、そしてドリームを制しました6番の白井が4コースまで動いてのスロー。ダッシュの2人、初日ダッシュのスタートは決まっていました4番の茅原5コースの角。初戦敗退もイントップスタート03の踏み込みでした5番の関が6コースからです。並び変わりました4対2、進入インコースから1番2番3番6番4番5番です。スタートしました4コースがへこんだ体型になりました。さあスタート後は2、3コース伸びていく、1コースも伸び返す、1番の長島、外から3番の遠藤のマークに炸裂、そして1マークでは2番の赤井が振り込んでアクシデント、スタートは前提正常でした。なお1周1マーク、2番の赤井は転覆のため失格です。2番の赤井は転覆失格となりました。投票権着順確定まで大切にお持ちください。3番遠藤先頭、2番付け前で6番の白井、ここは5番の関を一気にかわしました。そして刺してきた4番の茅原が3番で浮上。レースは2周目に入りますが2周の1マーク自己定が出ています。この1マークは自己定を避けての旋回となりましてバックストレッチに移ります。2周目バックストレッチで先頭3番遠藤、2番手に6番の白井、4番の茅原、3番手縦に長い展開となりました。1番の長島4番手、最後方に5番の関が追走しています。2周の2枠の旋回となります。3番遠藤先頭、2番手6番の白井、4番の茅原、3番手でホームストレッチに移りました。レースは最終周回に移ります。スロー勢の中では一番いいスタートになりました。3番遠藤マクリ炸裂でした。大きく序盤から抜け出す旋回、3番遠藤先頭、最後の1枠の旋回も自己定を避けての旋回となります。2番手に6番の白井、そして4番の茅原、3番手、このレースもイン勝てませんでした。波乱含みの展開になりました。第3レース最終ターナーの旋回となります。3番遠藤が独走、3連単は3番6番4番の組み合わせ93倍の図です。先頭3番遠藤合輪、6番白井合輪、4番茅原合輪、1番長島合輪、5番関合輪。第3レース終了しました。勝ったのは思い切って攻めていきます。